最高のリスト記事の三本柱といえばなんだ。はい、可愛い動物、ピザ、イギリスのロイヤルファミリー。つまり理想的なのはピザが大好きなイギリスのリス。常識にとらわれずクリエイティブに、歴史上最高のリストを書け。クレイグスリストを抜くんだ。サンタクロースとシンドラーのリストも。リマインダー、2分後に次のアポが入っています。スマホはマナーモードにとさっき言ったはずだ。すいません、アポをキャンセルして。あのね、キャンセルだ。このくだらない会議から抜け出すチャンスを提供してるの。くだらん。このパワポを使ったプレゼンも処方。なんで俺のパワポをディスってるんだ、聞け。なんでパワポをディスってる。なんでこんな仕事で人生を無駄にしてんの。おい、何なんだそのスマホは。ジャクシー、オフだ、電源オフ。あんたの上司アホすぎ。今すぐそのクソスマホをオフにしなきゃ喧嘩してやろう、お前と。かかってこい、それこい。うは、いや、うわしゃ。アジア系女子に20ドル。おい、ジャクシー、オフだ、出て行け、スマホと消えろ。ジャクシー、ハングオーバーの脚本家が生んだニューヒロイン。こんにちは、ジェクシーです。ジェクシーを買ったのは冴えないオタク。新しい服買った。これからあなたの生活を向上させます。早速始めましょう。人生のトレーナーがついた彼にはキックベースを追加しました。友達ができ、昇進が決まり、今です、話しかけて。そして、いや、元気。初めての恋人ができた。何もかも君のおかげだよ。今さら気づいたの。だが恋人が優先されるとき、彼女は後悔しても知らないよクズ、豹変する。起きろクソ野郎。おお、ご主人、デート中にいけない音を出す。ああ、ご主人、上司にメールでこの童貞。ちょっと来い、童貞なのは俺の選択だ。ご主人、元彼と復縁させる。やめてよご主人。全財産をばらまく。ご主人、機密情報の漏洩。マジかよ、何なんだよ。恋するスマホ、マサチュ。僕の生活の交渉はどうなった。彼女に会って私にないものある。絵文字持ってる。グーマップは持ってる。あー、ポケポッゴーは。うわー、スマホなんか嫌いだ。ジェシー、スマホを変えただけなのに。入れて、抜いて、イエス、あ、いい、あ、いちゃん、あ、もうダメ。8.14 ジェクシー起動。